まあ、非常にですね、謝罪会見自体はですね、非常に完璧なものでですね、自分の不正には関与してない、幹部も関与してないと、勝手に部下がやったことだと、それに対して刑事告発も視野に入れてやっていると、いうようなことを言ってましたが、まあ、100人以上がやってる不正をですね、幹部が見抜けないなんていう話はあり得るはずもなく、部下が勝手にやったことだとかですね、わからないとかって言ってもですね、検察とかはね、そういうの聞いてくれないんで、まあ、僕はこれ、やぶ蛇になるんじゃないかなっていう気はしなくもないですね。まあ、そんなところにですね、まあ、そこもズブズブの関係だったんじゃないかと。最終的に損保ジャパンも、ビッグモーターを使って儲けてたんじゃないかと。それを不正を知ってたんじゃないかと。まあ、だから損保業界の闇とかですね、そういったところをですね、考えなければいけない事態なのかなと思います。東京地検特捜部なんて、まさにそのために存在してるんじゃないでしょうかと。だけれども、これ、なんでこういうところにメスが入らないかっていうと、一つはラジオとかテレビの業界がこのビッグモーターの CM を聞かない日はないぐらい、ビッグモーターにですね、みんな依存してるわけじゃないですか。それを、なんか放置してるっていうのは僕はちょっと、なんか、おかしいなっていうふうに思います。テレビ業界とかと仲が良かったがゆえに、ビッグモーターの不正っていうのは、見逃されてきたんじゃないか、マスコミも全然扱わなかったんじゃないかというふうな、ふうにうがった見方をされてもおかしくないと思います。それぐらい地上波の力っていうのはめちゃくちゃ強いので、社長をね、辞任したところで、給料返上したところで、これ非上場の、同族企業なので、財布が2つあるようなもんなんで、全然痛まないし、まあ、それ実質的に社長が、院政を引いてるのと同じなので、これでね、この記者会見で幕引きっていうのはありえないんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。ということで、これね、もう詐欺事件だとしたらですね、超巨額の詐欺になっちゃうので、めちゃくちゃ量刑を重いと思います。意外とですね、詐欺会社っていうのは、その辺にいたりとかするので、皆さんも騙されないようにしてください。というわけで、いってらっしゃい。